こんにちは。株式会社 RE 経営の島田です。今回の動画ではですね、このスウォット分析シートなら未経験者でもできる、進化版のですねスウォットクロス分析シートをちょっと公開していきたいと思います。うちのオンラインサロンとかロールプレイ、ズームロープレイとかセミナーをねご参加いただいている方はもうすでに入手しているし、今回はまた6月の10日にですね、発売される私の新刊にも詳しく書いているからそれ見れば分かるんですけども、改めて新しい、スウォット分析のシートについてご紹介します。でこの事業再構築計画書というのが、事業再構築補助金のですねが始まるよという頃から実は使い出して新しく開発したんですね。でいわゆる記載指定がある進化版クロススウォット分析とシートというものなんですね。正式にはもっとこういうタイトルですけど、ただ普通のクロススウォット分析シートなんです、一般的に使っているのは。で、これが当然有効なんですが、実は旧型のクロススウォット分析の方が有効だという場面を出くわしたんです。今回はちょっと2つ、ね、ご紹介していきます。まずね、進化版、これが進化版のスウォットクロス分析シート、ちょっと見づらいかもしれません。正直ね、これエクセルシートなんです。で、例えばここに強みの質問も入ってるし、機械の質問も入ってます。そして掛け合わせたらどのようなことを書くべきかということを全部細かく書いてます。当然改善戦略もあるし、致命傷回避、撤退縮小戦略も入ってます。差別化戦略も入ってます。ちょっとこの動画ではね説明しづらいところがあるんで、ぜひはオンラインサロンの方にご参加いただいて、この現物をねゲットしてもらいたいと思います。いわゆる記載指定があるんです。これは、ね、何をどう書けばこれが埋まっていくか、非常に多くの方がこれを使い出して分かりやすく、相当薄くしやすくなったんです、間違いなく。でちょっとね、積極戦略だけ見てみましょうか。積極戦略だけ見ると、例えば機械の質問が強みで4つあります。で具体的に何があって、その強みってどう生かせばいいのかという価値転換、多角的活用がある。機械は、ね、6つの質問があって、何をお客さん言っているのか、どんなお客さんが言ったか、何があったのか、なぜそんなことを言うかを書きます。そして掛け算すると、商品、顧客、ニーズ、ターゲット、それから先発企業との違い、差別化、マーケティング戦略、使うべきツールや売り方、じゃあ実際いくら売るのか、こんなことがもうこれ1枚でできる、こんなふうなことを書いていくから、事業再構築補助金の計画書を書きやすいですよね、当然ながら。それを念頭に置いてるわけですので、だからこれを見ると、何をどう書けばいいか一目瞭然だし、ヒアリングされた経営者も意見が言いやすい、また自身で書く、社長自身が自分で書いてる場合も書きやすい。だから非常にこのシートは今評価されて、流通されてるわけです。しかし実はこの記載指定があることで制約を受けてしまい、記載指定からはみ出た意見を集約しにくくなるということも実は起こったんですね。で、だから逆にこういう記載指定がない昔ながらのスウォットクロス分析シートは自由に書けるとメリットがあります。実はこちらが昔ながらのシート、見てください。とにかく機械書きましょう、強み書きましょう、弱み書きましょう、機械書きましょう、脅威書きましょう、そして、掛け算書きます。で、積極戦略ですね、致命傷回避、改善戦略、差別化ですねって、簡単に言うとただのフレームですよね。以前はこのシートを使いながらヒアリングして、目の前で入力して作成していたんですね。で、ただ今のシートだとね、コーディネートするコンサルタントや会計事務所のスキルの差で結果が全く違ってくるんです。またこれだとね、どうでしょう、経営者自身も何書いていいか分からないと、当然書き方マニュアルとはあるんですよ。うちの無料ダウンロードページの中にですね、相当分析丸分かり、というのがあるんで、それで無料ダウンロードできますから、それを読むと書き方分かります。だけどもやっぱり書きづらいと。だからある意味、前述の進化版クロス分析シートというのは、
これでしたね。これの方がやっぱり親切なんですよ。何を聞くかで見えてくるから。で、誰でもこの記載指定に従って書けばある程度の内容になりやすいという、まあ、汎用性を狙って作ったわけですね。まあその我々プロはね、まあ記載指定なんかどうでもいいんですけれども、でどうでもよくてまとめるけど、やっぱり一般的な方は記載指定があった方がいいということですね。じゃあ実際記載指定があった、さっきの細かいクロス分析しようと、スポットシートが障害になった理由はどこかって、実はね、会計事務所のスウォット分析ロールプレイングで起こったんですね。これがまずね、先ほどの記載指定がある細かくヒント付きのシートね、こちらを見せて説明しました。そうすると多くの監査担当者や税理士さんはですね、これはすごい書きやすい、これなら顧問先経営者から意見聞きやすい、やすいね、質問が先に最初から書かれているから監査担当者は質問に困ることないですね、聞きながらこの枠に埋めていけばいいだけなんですよね。で、非常に肯定的。当然、多くの方は今でもこれです。多くの方はね。しかし、実際、ロールプレイングをしてきました。そうと思うんですけどね。聞きながら社長役とコンサル役分かれてね。そうすると、記載指定通りの質問に対して経営者役が答えられないケース、もしくは経営者役が違う言葉を出すと、今度はこの枠に入らないと、どの枠に入れていいか分からないということから、ロールプレイングがグダグダになってしまったんですね。だから結局この記載した枠にとらわれすぎて起きた現象です。現場でも起こります、これは、ね、だからまあ私に言わせれば、そのヒアリングしながらその場でその他って枠作って、そこに書きゃいいじゃないかと、なんでそのフレームだけにこだわるんだというふうに言いたいんですけどね。で、改めてその記載指定がある進化版クロスソート分析シートの評価が高い理由、もうこれはお分かりですよね。もう何回も言いますけども、圧倒的に今あのシートを使っておやりになっていただいてます。で、このシートにつきましてはですね、6月10日に発売される新刊事業再構築クロスソート分析で作り出す事業戦略事業再構築作成マニュアル、ちょっと長ったらしいんですが、これがAmazon全国大手書店で発売されますので、まあ、そこらを購入してもらうと、その特典の中にですね、その見ていただきますと、そこに全部細かく書いてます。で、この進化版クロスソート分析シートを高い評価高い理由というのも簡単ですね。強みは何を書けばよいかヒントがある、機会はニッチニーズ、ニッチ市場を探るためのヒントの角度がいろいろ出ていて、それを沿って考えれば記載できる、積極戦略も指定の枠に沿って聞けば必要事項の何番の強みと機会をかけて、するかと文言ができるし、その他致命傷改善戦略差別化戦略を書きやすいと、まあここまで親切なクロスソート分析シートというのはなかったんです、これまで。だからまあ評価が高いのはこれ当たり前と、まあうちのダウンロード、事業再構築用の、ね、計画書のダウンロードも今7000円ぐらい超えてますけど、結局書きやすくフレーム化して書き方マニュアルまで無料で公開してるから、当然それだけダウンロードされるんでしょうね。これだってそうです、ね、もうオープンしてますから。で、記載指定がない旧型のクロスソート分析シートを求める人たちと、これ、まあ、例えば強みにしてもですね、今4つのカテゴリーを我々は用意したんですけども、それ以外のことも聞きたい、また機械だって6つ以外にも聞きたい、もっとフリーハンドでいろいろ検討したいというコンサルタントの方がいらっしゃるんですね。これらは、彼らはまあ最初からフリーハンドのさっきの記載指定がないホワイトキャンバスですね、フレームだけ、これで使って自由に進めればいいと思います。だって以前は我々のスウォット分析スキル検定、またスウォット分析ロールプレイングはこの記載指定がないフリーハンドなやつでやってたんですよね。みんな大変だったんですよ。今は楽になりましたよね。楽になったということがいいことかどうかはちょっと別問題ですけどね。で、ただしね、さっき言った記載指定がないことは、ね、ヒアリングや文字化においてより高いコーチング能力とヒント力が求められますよと。それができる方はさっきのフリーハンドの旧型を使うべきですと。でもそれは厳しいと思う方は進化型を使うのをお勧めしたいと思いますね。
あなたはどちらが自分に合ってるでしょうかね。まあ、ご検討の上さ、ね、活用してみてください。はい、ではチャンネル登録と高評価をお願いします。まあこれ、ね、もう一遍言いますよ。これが進化版ね、細かくどこに何を書くか記載す、何を書くかをこう記載し指定がある。旧型はね、こうやってフリーです。何を書いてもいいんです、ね、さあどうなんでしょうということでしょうね。まあ、ぜひともご参考にしてみてください。では以上です。